はい、どうも、おはようございます。沖縄おばばです。はい、今日はニーニャンコともね、ケージの中に入ってます。このふかふかがいいみたいですね。はい、もうそろそろふかふかが恋しくなってきたニーニャンコたちみたいです。はい。えー、皆さん、おはようございます。えー、まあ、今日もね、 今日もまあ、那覇市はあまり変わりません。えー、最高気温28度ぐらいでしょう。ということでね、えー、爽やかな気候でね、えー、過ごしやすくて、えー、今が一番いいかなと思ってます。はい。えー、まあね、今日もまあ、いろんなニュースが入ってきているようなんですけど、まあ、高校生ですね。高校生が、無差別、無差別にね、 えー、いわゆる、殺の人ですね。えー、しようとしてまた、逮捕されたみたいですね。はい、高校生ですよ。まあ、おかしいですよね、この国。はい、もう何度も言ってるようですけど、えー、おかしくなってます、この国。高校生なんでね。まあ、刑の無視症じゃなくて、えー、少年院の方だと思うんですけど、えー、人生台無しですよ。 はい。人生台無しです。はい。えー、まあね、ちょっとした、そういったあ、まあ、なんていうのかな、自分の衝動的な感情をね、抑えられない人が多くなっているっていうことなんですよね、これね。でもってですね、もう一つね、なんか似たような感じのニュースが入ってきたんですけど、なんか音がうるさいとか言って、えー、4しよとして逮捕されたね、あのー、いい年た 中年の男性がいたみたいで。もうほんとね、あのー、音がうるさいんだったら、まあ、なんていうのかな。あのー、弁護士かなんかに相談すればいいんですよ。はい。えー、民事でね、えー、社員のバンバンでも起こせばいいんであって、えー、まあ、これしょうがないです。しょうがないっていうか、あのー、ほんと、あのー、木印の方々が、 あー日本中に増えちゃってますね。はい、木印です。そういえばなんですけど、これ日本だけじゃないみたいですね。どうやらね、木印が増えてるの。えー、実はですね、お隣のお台湾でも増えてるみたいで、えー、昨日ね、ちょっと台湾の方の、まあ、なんて言うのかなー、えー、配信見てたんですよ。 はい。この人、風水師さんなんですけど、もう最近ね、おかしくなってると、人の心が、台湾の。で、おかしな、もう本当にね、えジ、ー、気印な方が非常に増えてて、もうちょっとね、えー、気をつけないといけませんよっていうことを、訴えてました。はい。え勝、ー、ってないって言ってましたね。勝ってない。まあ、日本も勝ってなくなってますけどね。 日本も勝ってないような状況になってます。はい。えー、木印の方が増えすぎでございます。えー、まあ一体ね、これも、これもどういったもんでしょうか。ああ、まあ増えすぎて困ってますよね、本当に。はい。えー、まあね、でも元がね、立てないんで、例のあれの可能性がね、非常に高いんで、まあ研究でも出てますからね、脳にね、影響があると。 えー、なのでねー、これどうしようもないでしょう。まあ、一生懸命デトックスする以外ないんですけど、そういうこと多分思、思いもしないですからね、そういう人たちは。結構これ厳しいと思いますよー。はい、日本だけじゃありません。お隣の台湾でも多分ね、どこでも増えてると思います。こういう木印の方。 本当にね、世界中どこに行っても安全ではなくなりましたよねってことですね。はい。えー、あとね、ま、あ昨日ね、あのー、異数の国とのね、あの例の浜ちゃんのね、えーまあま、いわゆる戦いですね。それがね、小競り合いで終わるから大丈夫みたいなね、またね、えー、お花畑な方がいらっしゃいますが、 多分ね、終わんないです。はい。どうしてかっていうと、ハマちゃんだけじゃなくて別のね、えー、イスのラムラムの組織もなんか攻撃したみたいですね。<laughs> もうこれ広がるばっかりです。はい。広がるばっかりなんで気をつけた方がいいです。あの、気を引き締めてください。自分でね、できることは自分でやりましょう。はい。その時になってね、えー、国がやってくれないっていうね、言い訳です。はい。厳しいですけど。 国はやってくれません。何も。何があってもね。はい。えー、まあね、選挙の前は、ああ、票欲しさになんかやるでしょうけど。まあ、そういうことですね。はい。えー、なので、えー、皆さん本当に自分で、えー、自ら備えないと、 えー、これからね、ちょっとホルムズ海峡封鎖とか考えられますんで、あそこ、あそこね、イランなんで、はい、イランが封鎖しちゃえばいい、あのー、そういうことになっちゃうんですよ。はい。えー、まあね、えー、なんでね、これまあ、まずいと思いますよ。はい、あんまり今回は楽観視しない方がいいと思います。それでなくてもね、えー、原油とかね、えー、まあ、 ロシアのですね、買えない状態なんで、日本がね、はい。まあ、ここら辺のね、ちゃんときちんと買えれば、まあ問題ないんですけど、ね、あのー、日本またロシアにね、性の再々だーってやってるんで、まあ、ここら辺ですね。多分値上がりします。はい、えー、どんどん。 上がっていきます。まあ、しょうがないです、これは。はい。えー、そういうことなんでね、えー、皆さんね、えー、各自、各自準備しましょうということでね。はい。えー、まあ、何、何回も言ってますんで、私にはもう責任はございません。あとは自分の自覚次第でございます。はい。まあ、そういうことですね。皆さん、毎日、あの、気をつけて、えー、生活しましょう。えー、まあね、いろんな人がいますんでね、えー 買い物してたらね、あのー、突っ込んでこられた、車に、車に突っ込んでこられた、なんていうこともありますから、またありましたけどね。えー、なんかね、ピザ屋に、あのー、車が突っ込んだみたいなんですけど。まあ、本当に、あのー、いろいろね、えー、背中に、背中っていうか頭の後ろにもね、目があるつもりで、えー、生活いたしましょう。はい、まあそういうことでございます。この世の中ね、安全なところはもうなくなってきたということですね。 はい。それでは皆さんまたごきげんよう。今日も一日よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。